2回九州やめて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 マジ全然読めだクソ読めやこいつバカめお前さこの縛り分かって人生縛りと戦闘でクローンにしたら死ぬんだぞ本気でジェンダーがいなければなでお前本当にやめて嘘防御するいやもうなんでだ意味が分からないマジでなんで俺ばっかそんな不幸引くの叩き落とすえあのうわだるいなんでお前が進んでバカちょっといやこれ一撃必殺だったうわ来た来ちゃったドゥン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 あーあハンを言わないのリーフリンルール人生縛りのルールをまずおさらいしていこうかなと今回の右上に書いてあります通り、まず勝ち抜きルールですね、ポケモンっていうのは、勝ち抜きルールと入れ替えルールがあります。基本的には入れ替えなんですけど、そのバトルするときに、まあ、敵倒すじゃないですか。でその後に出してくるポケモンによって、入れ替えますかみたいなってな感じでやっていきたいと思います、まあ、野生ポケモン倒すの禁止っていうのは、まあ、単純に、まあ、野生ポケモンっていうのは、まあ、その辺の野良猫と一緒なんですよ、うん、誰だこいつお金持って誰だなんで、野良猫を、まあ、引き殺すのは良くないよねっていう。無駄な殺生はやめようねっていうためのルールです。誰ですかマジでお金も誰私、パピチン改め、ポケモンの時だけ、ネカマでやってるので、僕は。これ、なぜかわかるんだけど、なんかこの、子供の頃からのポリシーで、ポケモンだけはネカマします。ごめんなさい。私、性別を女とさせていただきまして、パピコと申す者です。よろしくお願いします。じゃ、早くさ、あれだよな、科学の力ってすげえ。これだよな、この有名なこのセリフ。ここで聞きます。で、なんといっても、この人生縛りにおいて、まあ、ここにはルール書いてないんですけど、基本的にはもう手持ちの6匹が捕まえないです。なんで保険とか、そのボックスに、なんか次使うポケモンみたいなのは捕まえる気がないので、この3匹のポケモン、不思議だね。ゼニガメ。人影。この3匹のうち1匹選ぶんですけど、めちゃくちゃ大事ここ。ということで僕は今日は不思議種で行こうかなと。理由としては、まあ、草毒っていうこの優秀なタイプね。この不思議種は、まあ、草タイプの特権を生かして眠り子などが、なんかずるいことできるので。他ずるいこと、これずるいことって言っても、俺の中ではずるいだから、しびれ粉巻いて、身代わりしてみたいな。麻痺身がみたいな。こういうのもできそうなんで、こいつにします。ヤドリギとかね。名前。どうしようかな。まあ、ニックネーム必須なんでね。捕まえるポケモンは。いや、なんか、強そうな名前つけたよね。この人生縛り、なんか、いやでも、子供に、自分の子供につけるとしたら、まあ、何にするか、男の子ですね。ってなると、ここはやっぱり、やっぱ、刀がキラキラ見える感じなので、嫌なんですけど、なおかつ、小学校に入学して、読めなんだよ、その名前みたいな、言いづらいことも多いと思うんだから。これ行こう。決めた。お前は今日から、アキリアだ。これ、第三世代の、まあ、特徴としては、あれなんですよ、その攻撃技の仕様とかがいろいろ異なってまして、まずこいつが覚えてる、体当たり。体当たりっていうのは、その攻撃種族士に該当する、これですね。攻撃防御特攻特防素早さっていうステータスがあると思うんだけど、その技によって、技のタイプによって攻撃か特攻って分かれるっていう、この、不思議な、まあ、今の現代のポケモンではちょっと何言ってんだっていうぐらいの、あの、仕様だったわけですよ。だからこの辺を留意していかないと、マジで負けるんで。ちなみに、多分、不思議花は、特攻種族士が上がりやすくなるのかな。気まぐれでしょ？あ、気まぐれいいじゃん、性格。無補正だね。まずはここで、負けないからね。そう。あと、あれなんだよ、その、急所？急所が、この世代ってさ、16分の1だっけ ?8 分の1だっけ16分の1でいいんだよな。さ、急所倍率が 1.5 倍なのか2倍なのかっていうのが、どうだったか覚えてない。前回やったリーフグリーンが、これ大丈夫負けない？多分子供試合の時なんで、正直覚えてないところもあるんですよ。マジ急所当てないんで負けねえこれ。あっぶねえ。サファリの利用禁止は、なんだろ、やっぱサファリゾーンってさ、あれじゃない？動物園みたいなもんじゃん。動物園のポケモンをさ、
捕まえるっていうのはやっぱ犯罪行為に当たるのかなと。刑法に罰せられるのかな。刑法何十引っかかんじゃないかなって。このお兄さんなんかフレンドリーショップのやつだろ。私フレンドリーショップの店員です。こいつにまず傷薬をもらわなきゃあかんのやな。ショップの利用も禁止なんで、まあ、回復アイテム、モンスターボール等々は、まあ、買えないものと思っていただき、まあ、拾わなきゃいけないんだよな。僕ね、ポケモン一応生まれて3歳ぐらいの時からやってるんで、この20数年培ったこの知識、あと嗅覚、なんとなくこの花匂うなみたいな時には丸ボタンを連打しつつ、で、ね、一回ここ行かなきゃいけないな。じゃあだっけ、利用はしないから。そうだよな。長年の嗅覚でちょっとアイテムの場所をね、知らなきゃいけない。お届け物を。で、あと何が言ってさ、この、不思議だねの、最初のジムがニビリジムだから、タケシなんだよ。で、岩タイプに草タイプって相性いいんだよ。だから一言だと結構辛いイメージなのね。で、何が、やばいかって、まあ、例えば捕まえようとするときに体当たりで救助当たってポッポが死んだらそれで終わりなんで、一回レポートを挟みましょう。そこも気をつけないというか。え、レベル5。いや、鳴き声まかなきゃダメだ。モンスターボール投げるにしろ。ちょ、マジでやめ本当にやめて。本当無限の仮説引かないでほしい。マジで頼む。いや、捕まる。これぐらい、序盤のポケモンマジで捕まる。大丈夫。一応念のため、そうだよな。カチッカチッカチッ。よし。念のため減らしたものの、序盤のポケモンの捕獲率が低いわけがない。消え。なんか、あれ、カタカナの方がダサいかもしれん。まあ、いや、とりあえず、捕まえた。じゃ、一回ポケセン入ろうか。クソ大事。なんか、え?なんか、ジョーイさん、あれじゃない?ありがとうございましたの時、目真っ黒になんない?見ててこれ、お辞儀すんじゃん。ほら。ここ、なんか、あれ、ポケモンセンターの闇が、垣間見えてきやす。やっぱ GBA 音源めちゃくちゃいいわ。昔ながらの。はい、ドン。HP 2、特攻2。いいんじゃねえか。ヤドリー、こんなに早く覚えんの?ヤドリーって。こいつを選んだ理由の、まあ、最大の利点。これ、宿り木の種。これなんですよ。今日レベル7、やばい。ここはね、宿り木一回負けじゃないですか。当たれ!マジか。これが怖いんでな。いい感じになってきた時に、チェンジして、宿り木で殺したい。オッケー、いいんじゃない?多分一発は耐えるはずだから、学習装置がないうちは、まあ、この戦法がかなり使えるんじゃないかなと。うわ、それやばすぎ。それはやばすぎ。一回回復しに行こう、これ。さすがにまずいっしょ。で、一回戻ろっか。あ、ね、これ、毒ってさ、毒って1耐えるよね。毒消し持ってたっけ?いや、持ってねえ。いや、待って、ちょっと。いや、大丈夫。え、大丈夫だ。え、毒は、1持つ?いや、持つでしょ。ちなみに、1ドゥクドゥクで、1 HP。1、2、3。え、嘘でしょ?でも1までは行くじゃん。ここまではいいじゃん。耐えるよね。耐えると思うんだよ。今まで、なんか、現代のポケモン絶対耐えるはず。これ、行っていいかな?ここで、ここでヒエ殺すの?いや、死ぬかどうかわかんないけど、なんか、正直五分五分。確率的には。でも俺は知らないと思う。多分。さすがに、ゲーフリも、こんなに子供に厳しいことはしない。はず。いきますよ。次だね、次。いくよ。あ、ま、次だね。じゃあ、いくよ。一歩が壊す。
え、第三世代厳しすぎない？みんな、死んじゃった。死んじゃった。ひえ。ひえ。お前はワンパクな性格すぎたな。毒食らってもらおう。いや、めちゃくちゃいいことやったのに。もう序盤、何分ですか、開始。開始38分にして、最初のポケモンが死にました。さよなら。いや、これ、2ビジブ、2ビジていった方が早かったから、ここあったら。いや、でも変わんねえよな。あいつ、HP いくつあった？ 15 ぐらい。上を見るべきだった。いや、ま、でも、毒消しだって俺使わなかったわ。絶対使わなかった、あの時。ちなみに色違いが出たら、捕獲します。で、捕獲できなかったら、まあ、リセットします。絶対捕獲するんで、色違いは。まあ、これはルールなんで、僕の。色違いなんで、ね、あれだよ、8192分の1だからね。そんなレアなチャンスをさ、逃すわけにはいかないじゃん。てれれん。おー、スミライのチャンピオン。え、トレーナー一人しかいないの？いつも、二人じゃなかったっけ？めっちゃいけるかな？いいね。強えな。いや、このアキレアマジで強いと思う。このまま一応。来たら、俺は、ニビ、ポケモン、ジム、リーダーの、タン、ケシだ。俺の固い意志は、俺のポケモンにも現れる。固くて我慢、強い。そう、使うのは岩タイプばっかりだ。ほら。ふわぁ、負けると分かって戦うか。ポケモントレーナーはさすが、坂だな。いいだろう。かかってこい。てれれれ、じゃあ。て、て、ててーん、て、て、ててーん。うわ、これめっちゃ好き。ねーん、て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 ん、ワンパンでしょ。さすがにワンパンでしょ。いや、岩枠は、いや、岩枠耐えなくね？だって特殊攻撃だよ。防御が高くても、でってるね、でってるね。防御が高くてもさ、同じレベルか。宿り撃つ必要ないと思う。いきます。ちなみに、岩枠の体当たりはポッポの体当たりより弱いです。A の種族士が、いくつだっけ？ 20 ぐらいしかないでしょ。いや、ここに絶対なんかある。絶対なんかある、これ。ないはずがない。そらそうだよな。人生縛りっていうのはね、そのポケモンの人生を背負ってるわけですから、ないがしろにできないわけよ。間に合ってよかった、沖戸博士の助手です。お届け物を頼まれたのをお渡しします。どうぞ。うわぁ、やっと来た。やっとぜ。オッケー、これでレベルアップする？あれ、不思議花ってあれだよな。進化早かったよな。32か3ぐらいで進化するよな。来たぁ。いや、これでだいぶ、楽になんじゃないか。アキレアの様子か。あーもう不思議ゾーンに進化した。あー、ミスった。最悪。残しといたのに、お前は。逆なのされた。なんかこういうさ、左上にいる人、何かしてくれそうじゃない？おじさん。おじさん、ジョージャン。あなただけに、コイキングかこれ。いいお話がありまして、唯一のポケモンコイキング。これありじゃねえか？俺ギャラドスめちゃくちゃ強いと思うんだけど、この、縛り。これどう？キングを。いいんじゃないか。キングのウオ。とか言って、キングウオです。ここなんか出ないかな、出てほしいけどな。うわ、プリンだ。え、プリンどうする？いや、あのさ、一個、思うのは、この勝ち抜きルールの前、クッションポケモンっていうのが多分、必要になってくるんですよ。クッションポケモンっていうのは何かっていうと、敵の攻撃を一発受けてくれる、身代わりポケモンですね。これじゃあ、一回投げて捕まんなかったら逃げるわ。来い。うちにおいで。はい。
ね、家作りながらやってるからどうこれ結構塩化率高いね。走ると高いとか。レベル8来た。しかもオス、これは捕まえていこう。これ毒ぐらいは撒いていいと思うんだよな。これ別に、いやダメだ、いやダメだ、ミスった。あミスった。いやこれ殺したらやばいじゃん。状態異常の方が捕獲率が上がるからと思ったんだけど、殺したら結構大変なこと、大変なことっていうか普通にリセットなんで。あれてか捕まえた時に毒だったらやばくね。やべ、ちょっと待って、ダメダメダメ、毒のボラが怖すぎる。なんか一すべてに似てる芸能人とかいないかな。それ悪口悪口じゃないよ悪口じゃないけど、なんか俺今本当にいけないよ、本当にいけないけど、一すべて見た時にパッと星野源の顔が浮かんだのね。星野くんにしようで、ちなみに彼は今毒状態なんで、この10ポイント、ダメージが10減る前にポケゼンにたどり着かなきゃいけないです。よかったね。ギリギリ多分間に合う君。ち、あぶねこれ結構奥深く行ってたら死んでたぞ、普通に。一回俺配信中にマダズボミ交換してくださいっていうチャット来てたな。外国の、多分海外の子供だと思うんだけど。Do you have マダズボミみたいな。驚かす。驚かすで、アキレアが2食らうでしょ。星野くんも、まあ2ぐらい。2か、球場で5は食らってもいいかな。そんな食らわない、マジで。やばい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 。やばいやばいやばい。やばい、帰よう帰よう帰よう。帰よう。怖い。怖すぎ。いきます。かすみ。おー、未来のチャンピオン。水に住むポケモンを使うプロフェッショナル。ここの左のトレーナーって意味ある？これ来るの？あ、来るんか。え、こんなさ、ジムのさ、前でさ、トレーナーと戦うことなかったよね。場所悪くね？めっちゃ見てるじゃん。ガン見してるよ、かすみ。え、私の出番まだ。なんならダブルバトルでもいいぐらい。いきます。あのね、君。ポケモン育てるにはポリシーがあるやつだけが、プロになれる。私のポリシー、なんでネイティブだった？私のポロシーは、水タイプのポケモンで、攻めて、攻めて、攻めまくることよ。あなたはポケモン捕まえて育てるとき、何を考えてる？私のポリシーはね、水タイプのポケモンで、攻めて、攻めて、攻めまくることよ。タツツツ。タツツツ。ダー、タツツ。いい水着してる。マントヒヒ。まあ、ヒトデマンは、こいつは多分、まだ、水タイプ。水技。それぐらいなら余裕で耐えると。てててるるてててるる。まあまあまあ、一回ぐらいいいっしょ。超音波打てね。よし。マミー。え、マジエスパーソン覚えてない。絶対覚えてない。水の波動を、泡、バブル光線、波乗り。もう水技。ドシャンドシャンドシャンのイメージ。俺バブル光線のイメージなんだよね。いける、葉っぱかった。まあスピスターぐらいだな、持ってるかな。大丈夫、ワンのパンよ。やるね。まあここはさすがにタイヤ台じゃ落ちない。いや落ちない。スターミーなんか神耐久といいえ、そこそこ耐久ある方だと思う。やった、この家。2階のダイレクトコーナーで、木の実を潰す機械を置いてもらったのじゃん。これ何これ？この機械で 木の実の粉を作ってきてもらえんか？ダイレクトコーナーで粉。やべえ。え、大丈夫？俺今日で、え、この配信がさ、警察にバレて俺捕まることあるかな？もちろんやるけど、粉。あー、いろいろな薬？いや、これはさすがにちょっと、禁止行為にしよう。これだって警察に捕まる可能性あるからね、粉。だって、木の実砕いたら白い粉出てくるの知ってる？みんな。これマジ白いからね。これやめよう。泥棒に入られたと。ね、とりあえずマスキーのさ、どこに行こうか。やべえ、ミスった。ここで来んのか。うわ、俺、意識してなかった。マジで、ドッキ。ヨーバー行こう。
こんなところうちもしてたのか。いや、ただ別にキングルーを戦闘だろうが、初手ポッポでしょ。ピジョン強くない？強くない？強くない？これさ、これ飛行先来たらアキレイやばいでしょ。いや、みんな俺を信じてくれ。星野くん、大丈夫。4体はする。いや、3体はする。いや、まあ結構痛い。まあここは落としていいと思うな。ああ。いや、このための星野くんだからな。うちは飛行技怖いから、そのために岩タイプ入れてんだよ。マジ、当てて。し、優秀。で、リザードも、星野くんでいけると思うんだよね。え、ここで出してくんの？え？ここで出すんだったら有効度あるってこと？いや、そんなわけないよ。絶対違えって。いけるいけるいける。なるほど。上代以上巻いてくると。でも、早く進化させろよ、そのレベルだったら。いや、ここは、いや、ここ押してっていいと思うんだよね。やめて、マジやめて、ほんとに。いや、耐える耐える、絶対耐える。よし。いや、マジか、メタルクロー覚えてんのか。救助。ここ、アキリア変えて、で、メタルクローが飛んでくるはずなんで、絶対ヒロコ飛んでこない。ここで飛んでくるやつは。よし。よし、しかも外れる。メタルクロー攻撃上がる可能性もあるからな。落として。あ、まあ、いや、全然耐える。よし。棒だけやめて、棒だけは。マジで、もうそこで、もう、俺、やめろ。マジでやめろ。急所だろ、これ。え、ちょ、え、あ、あ、え、これ、え、これ葉っぱがあったのが、いや、命中一緒だったら体当たりでいいよな。これ絶対当てるから。マジお願い。本当に熱い？マジお願い。ただあと2体いる？ピカチュウでしょ、ピカチュウ。兵士。え、テレポートしかなくない？こいつ何？再起構成覚えてるか。じゃ、念力の有無だけ確認していい？特防高いから、アキレアは。一発は絶対耐えるんだよ。これ、念力の有無を確認します。そうだよな。ないよな。よかったよかった。だったら、これ、この回復感マジでかい。なんなら宿り気します。あぶねえ。これ、養分にするから。あと一匹が何か俺わかんない。多分、石つぶてとかなんじゃないかな。いや、メタルクロー覚えてんのやばくない？あれか、わざと人影のまま進化させないでメタルクローを先に覚えさせたみたいな。こらった。そんな。ならいいや。ああ、びっくりした。メタルクロー。いや、まあそうだな。AI 結構優秀だな。これ、星野くんにさ、人影って普通出さないじゃん。だから絶対、相性料理の技を覚えてるっていうのを理解しないと、多分負ける。要はニードランだ。ついに毒タイプ来たな。地面技欲しくなってくるな。となると。なんか二度蹴りとか覚えてる気がするから、これ星野くんダメだよ。これ引っ掛け。ニドラン、オスメスはね、うわぁ、マジか、そっちの方が引っ掛けだと。そうなんだよ。二度蹴りあると思ったんだよ。これニドランありかな？どこ？これどこ？あれ地図ってなかったっけ？あれマップでもらわなきゃ見えないっけ？もらってない説？お母さんにもらわなきゃいけないやつ。星野くん、ゴローン止まりっていうのが気になる。誰が交換してくんねー。まあ、でも、ちなみにゲームボーイ、あ、ゲームボーイ、あれ、アドバンス、俺2台持ってたっけな。ワンチャン持ってる。マグニチュード来たぁ。さすがにそれはずるいことになるよね。一人で、交換はずるいよね。何でもできちゃうからね。マスターボールの輸送とかもね。それずるいことです。だガチで、僕の友達がポケモンファイアレッドやってるよって人いたら、それ交換するのはずるくないよね。友情だもん。交換の、あれがさ、アダプター必要だからさ、ワイヤレス、今は珍しいワイヤレスアダプターなので、
オンラインでできません。ローカルです。うちに来てもらって、この場で交換してもらうと。お前倒してなかったんだ。クチバミナトの。クチバミナトなんか俺人の名前かと思った。クチバミナトってなんだと思った。クチバシティね。クチバシティミナトのサンタヌゴーね。なんだかんだ思うのは昔のポケモンやってる時が一番ポケモンしてる感ある。最近のポケモン、ポケモンだけどポケモンじゃないみたいなとこない。やっぱドットじゃないとさ、やってる感出ないよな。危ねえ。1マス上げてよかった。イヤギリ忘れてた今。まあ攻撃下げられようがマグニチュード7以上出せればいけるでしょう。毒はやめてください。やめてください。帰りまーす。あ、でもさ、あ、やべ、ポケモンセンター行ったから、あ、ここの、ここのモンストボール取れなくなった。おい、ふざけんなよ。おい、お城のせいで、このモンストボール取れなくなっちゃった。ワイはマサギや、人呼んでポケモン間に合え。あれ、ニトランじゃなかったっけ、マサギって。ピッピだっけ。あ、なんや、その目は。姉さん、信用してへんな。お前で実験に失敗して、ポケモンとくっついて燃えたんや。あ、助けてくれへん。そんな集めたいこと言わんといて。よ、いい女。憎いね。見つかんと。ほな、オッケーやな。決まりや。ワイが転送の足に入るさかい。お前、最強だな。人が断ってんのにさ、勝手になんか、対抗版、なんか持ち上げてさ、なんかその気になったかなっていうところで、じゃあやりましょう。それは断れねえ。誰も。なんかさ、これどっかにアイテムなかったっけ？いや。めんどくせえや。アイテムあったような気がするんだけどね。地下通路は薄暗いから落とし物多いんですって。そうなんだよ。そうなるとさ、そんなこと言われるとさ、欲しくなるじゃん、やっぱ。いや、ここ1マスずつ俺確認していくからね。落とし物探しに行くんだ。今日は僕のポケモン記念日。ポケモンモンモンポケモンモンモンポケモンモンポケモン。そこにあるそこにある君の落とし物。ここにある匂いがする君の落とし物。どこにあるそこにあるここに匂う。全然違う。メロディ違った。あれ気持ちよく歌ってたんだけどな。全然ねえじゃん、しかも。え、マジでないんだけど。嘘つかれた、あのお姉さんに。え、これ1マス1マスこうやって止まっていかなきゃいけないの？一歩進んで前ならえ。一歩進んで偉い人。ひっくり返ってペコリンコ。横に歩いてキョロキョロ。一歩進んで前ならえ。一歩進んで前ならえ。出ない。え、もう終わっちゃうよ。全然見つかんなかった。あれ？俺のポケモン毒食らったまま歩いてたら力つきおったで。ワイもやで。ワイの比叡もそうやって死んだんやで。ちゃんと言って、ここで言ってくれるんだな。遅いよな。コイルだったら、いや、ここ絶対さ、電気技飛んでくるでしょ。スイクブーン。あっ！え？それ、ソニックブームって。タイプ何？ノー？え？何？これ飛行じゃないの？ソニックって。でも一回回復しに行った方がいいかな。こいつは？こいつ大丈夫、トレーナーじゃない絶対。いい親父。細い木ならポケモンの嫌切れ切り倒せるじゃろ。ただし嫌切れは秘伝の技、一度覚えると簡単には忘れられんのじゃ。そこでじゃあお主にこの技をやろうとはならないな。逆質あと3つか。マジでお前ちょっと、嘘でしょ？え、嘘でしょ？ボンジュールパピコ。おや、こんなところであるとは、あるとは。招待されてたっけ？で、ポケモン図鑑データ集まったか？俺なんかもう40種類捕まえて、そんなことより、ちょっと、対戦はしないですよね。道一本違うだけで取れるポケモン違うぜ。ちゃんと草むら入って探してみろ。マジかよ、あ、準備してないって。うわ、最悪。おーい、たけしみたいな顔しやがってよ。いや、結構削れてんだよな。まあ、とりあえずは星野くん出すけど。いや、これいけるかな。オッケーオッケーオッケー。
運ゲーなら俺勝てるから、ここは冷静に行くんだが。何が怖い？何も怖くない。命中外しだけ怖い。3、まあ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 、2ぐらいのダメージだったら。いや、めんどくさいなこれ。いや、めんどくさいな。次人影出てくるじゃん。次のこと考えてる俺は。ねえ、ほんまに。もう、一回俺、キング王にチェンジしたよ。で、さらに、キング王になった時にキノコ飛んで、くると思うんだよ。だそれ読みの星野くん出したいよね。で、星野くんの HP マジでこれ大事だから、ここはフルで、保っておきたい。ここ当てたらマジで。天才。で、ここ当ててくんないと困る。マジで、ほんとに。止まった、止まってきた。当てろ。当てろ。よし。まあまあまあ。さすが4パンで持ってくでしょう。で、レベルも上がってくれたら嬉しいんだよな。お前じゃない。まあまあいいや。お前も喜ぼう。そうそう。リザード来るよな。来る。で、ここ絶対メタルグローだから。で、キング王はタイプフリッチのメタルグローは絶対耐える。マジで耐える。で、なんならヒロコでも耐える。他が怖い。オッケーオッケー、それぐらいオッケー。で、ここメタルグローされない読み。されない読みの星野くん。で、されたら、って、まあ、泣き声でもいいけど、されたら、でも、まあ、しょうがない。リセットしなきゃいけなかったら、どっちにしろ。よし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 。よし、いいぞ。で、こうなったらメタルグローは絶対一発与えるから。ここか、マグニチュード、開始のマグニチュード、6以上。これ絶対一発与える。マジで与える。見て。ね。結構耐えるでしょ。オッケー！でかい！よし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 。リザード越したのマジでかいな。こいつさえ倒せれば。な、お、言ったろ、これ傷薬使ってなかったら死んでたからな。HP20 で。おるね。ユンゲラーはちょっと怖い。ユンゲラーは怖い。終わった。え、ユンゲラー勝てなくない？これエスパーサ飛んでくるでしょ。これ星野くん死に出してないとダメじゃない？星野くん殺す？いや、無理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 。だったらアキリアにかける。頼む。なんかスピードスターとか。いや、俺いい気づくって思ってないよな。いや、そうだよな。いや、20か。26か。これ、あのね、一つだけ解決策がある。ここ、傷薬使うじゃないですか。いや、違う。これ、お盆で、50回復する。で、26やってる。2発は耐えないか。耐えないか。いや、でもこれ、どっちにしろ回復アイテム使わなきゃダメ。ここ回復アイテム使って、なんか相手が舐め伏して念力以外を出すことを祈るしかない。マジでお願い。本当にそれでかける。行くわ。ナス！マジでもう、ほんとに。ああ、マジかよ。いや、学びました。学んだよ。俺は学んだ。おい、ユリケラ強すぎる。もう、訴えるわ。名前パクリですよね。ゲームフリークで訴える。
って訴えてる。ガッキーと幸せにな。ということで天に召されました。こいつは逃がせません。戦うポケモンがいなくなるので、ね。ということでじゃあ。ポケモンリーフグリーン、人生縛り、勝ち抜き人生縛り、一周目。まあ、人生縛りというルールがどれだけ厳しいかは、これで分かっていただけたんじゃないでしょうか。僕の、ね、プレイミスとかもありましたけど、まあ、でも、おおむね結構順調だったと思うんですよ。だから、戦いの知識だけじゃないんだよね。どこで何が出るかっていうのを、逐一把握していかなきゃいけないんだけど、まあ、これは、全僕が、やりながら覚えていくと。2週目、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今日お疲れ様でした。